この発表で世界中の円盤を信じない人たちが、それ見ろということになり、ますます UFO をバカにするようになったわけだ。ところがアメリカ空軍は、UFO は存在しないと発表したわけではない。まさしくも調べた12000余件の中に、今の科学ではどうしても説明のつかない UFO 事件が、701件も未解決のまま、謎として残されたんだ。その上この空軍発表は、今まで UFO を調べ、存在を確認してきたプロジェクトの司令官がクビになり、UFO の存在を信じない新司令官によって発表された。なぜアメリカ空軍が突然 UFO 調査をやめたのか。ある筋の推測では、空軍は UFO 調査の結果、大変な事実をつかみ、それを発表すると世界に大混乱が起こることを恐れて、謎のまま残したとも言われている。とにかく、分かっていることが少なすぎる。UFO は存在する。テレパシーがあることもわかる。宇宙人がいるということも、現在の科学でわからない部分があるということも。しかし、円盤についてもっと深く知ろうとすると、一足飛びに、エリナ・松岡のような、とても信じられない話を聞かされる。しかし、あの山の中で、もしあの漁師のおじさんが出てこなかったら、一体何が起こっていたんだ。円盤が着陸して、中から何が出てきたのか、考えてみると恐ろしい。寒気がするほど怖い。しかし、知りたい。僕はその事実を知りたい。君は。逃げるの、木形くん。私が、怖い？当たり前じゃないか。君はまるで人間じゃないみたいだ。一体、あの時突然どこへ行ったんだ。どうして消えることができるんだ。仕方がなかったのよ。私は円盤にテレポーテーションしたんだわ。テレポーテーション？瞬間移動よ。一瞬のうちに円盤に乗り移ったのよ。そんなバカなことが。